これからの冒険はますます危ないかもしれないから、ちゃんと準備しておいた方がいいぞ。モンドの鍛冶屋に行ってみようか。された四風守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね。だから
中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はぁ、あ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて四風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて、どう？ここの風少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて、竜の力が影響を及ぼしているから。
you
ついてこれるかな。
たか。近くに来てくれ。何か匂うか？この神殿で少し予想外のことがあった。スライム、ヒルチャール、それから風魔竜が残した魔力のつながり中はきっと賑やかなことになってるだろうな。ああ、賑やかだが危なくはない。ボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。行こう少年。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。四風守護の周りを掃除してやろうか。俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。長年後片付けをしてきた経験だよ。これ。やっ。はい。こいつはどうだ。はい。はい。旅人、お前は神の目を持っていない。そうだろ。どうやって元素の力を使ってる？不思議な現象だよな。こいつはどうだ？おとなしくしやがれ。
おとなしくしやがれ。ふう、やっと着いた。前に道がない。空域を利用して上に登ろう。鋭いな。ジンから称号をもらって騎士にならないか。お前って本当にせっかち。これおとなしくしやがれ。そういえば知ってるか、風魔竜はかつて四風守護の一つでな。これ詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。可能性はある。早速やるぞ。おお、いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士。俺は騎士団本部にいるから暇。そうだ、いいさ、なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくそくそ。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない、おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。用意はとっくにできてるぜ。
あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。飲んだわよ。まずい、角笛の音。きっとさっきの戦闘のせいで気づかれたんだ。でもこういう状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。
てこれるかな。安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど、でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。
いことは後で教えてやるから。七天神像だ。さて、供物を捧げて神がどう答えるか見てみようぜ。天神像の祝福を感じたか。モンドの人たちはそれを失われた風神の瞳って呼んでるんだ。心臓の眼下へはめ込むのに値するって意味だ。目として作られた宝石をツバメが加えて飛んでったって逸話もあるけど、実は失われた風神の瞳に実体はないんだ。神の目を持つ人はそれを集め、加護を得るために七天神像に捧げる。神の目は持ってないけど、この世界の常識を超えたお前なら、心臓に風神の瞳を捧げると祝福をもっともっと。これyou
危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ。何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。あら、いい質問ね。基本的に肉体労働と頭脳労働以外のことかしら。それ以外に何があるんだ。私も少し本気を出そうかしら。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？この風を使って上に行きましょう。お姉さんに任せて。それ、しびれなさ。それ。なるほど。雷元素の石。起動させてみるわ。足元に注意してね。しびれなさ、しびれなさ。こいつはどうだ？やっ！やっ！ふっ！ふっ！これ！ふっ！ふっ！水に濡れた敵に対してお姉さんはすごいのよ。
雰囲気よ。ここから上に上がりましょう。しびれなさい。しびれなさ。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するの。しびれなさ。摩擦で生じたイカ槌の火花は落ちるような恋ほどの衝撃ではないけれどね。やあ。私の首にある宝石が何かって？嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから？突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは銀融詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よ。これを壊せば帰って休めるわよね。休めると思ったら俄然やる気が湧いてきたわ。東風の竜トワリン、南風、それらはモンドの四方の風の守護者で、風神バルバトスの眷属でもあるわ。トワリン、それが風魔竜の名前よ。人々に風魔竜と呼ばれる前、他のものは四風守護の中のトワリンだった。四方の風の中でトワリンがそのうち三つの力しか使えない原因がこれ。彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。多分憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でも
四風守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ？モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。元素の流れも地脈の循環も元通りになるだろうな。騎士団に戻ってみるか。もちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。そうだ、四風守護の神殿でまた失われた風神の瞳を手に入れただろう。今後も入手するかもしれないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。